っと僕たちのことを知ってもらおうと思って、うん、何するの心理テスト僕たちのその食べ物が好きとか何が好きとかっていうのっていつでも分かると思うんですよ。なんかまあプロフィール見るプロフィール見たらそういうのじゃ分からないもう深層心理を皆さんに知ってもらおうと思います。どんなの恋愛観で生きてるとかそういうことを皆さんにちょっと知ってもらおうかな。そういうこと言う機会なかったからね。深層心理から加賀谷のことを知ってもらおうということでちょっと皆さんも良ければ一緒に心理テストできると思うんで、用意してる？用意してるよ。ここにあるんだ。あ、心理テストの本があります。本があります。女子みたいな企画だなって言われた。ちょっと一応言っときますけど、はい、持ち時間あと8分ぐらいで。8分そんな、え、マジか、どうしよう。あ、なんか出して。あ、じゃあ一発、一発。そう、とりあえず僕がその知らないんですよ。心理テスト、知らないんですよ。知らないんですよ。心理テスト、何を出されるかっていう、宗谷君だけがその厳選してきてるみたいなので、そう。それをちょっとこれからみんなでやりたいなと思います。よろしければ、皆さんも。よろしかったら。書き込んでくれれば。今ここのブースにいる方たちも一緒に考えてもらって。あ、そうですね。皆さんも楽しんでいただけると思います。はい、じゃあ、はい。1個目。何でしょう。いきますか。はい。食べ終わった袋菓子の捨て方で分かる心理テスト。何が分かるんですか？スナックの袋菓子などを食べ終えた時、うん、どのようにして空袋を捨てていますか？普段のやり方で近いものを選んでください。今から選択肢出しますので、うんうん、A、うん、まず A、空袋の口が開いたそのままの状態で捨てる。それは食べ終わったらすぐそのまま捨てる。そう、うん、で B が袋をぺしゃんこにして2つ折りにしてゴミ箱に捨てる。ちょっとだけ気使った。そう、うん、OK 分かった。平らにするってことね。そう、うん、C が袋をぐじゃっと潰して丸めてゴミ箱の中へポイ。で D がなるべく細かく小さく折りたたんでからゴミ箱へっていうのがあるんです。分かったかな。もう一回、A、袋菓子の捨て方で A が空袋の口が開いたそのままの状態で捨てる。食べ終わったらすぐ捨てるって感じですね。はいはい、で B が袋をぺしゃんこにして2つ折りにしてゴミ箱に捨てる。ちょっと丁寧に。で C が袋をぐじゃっと潰して丸めてゴミ箱の中へポイ。で D がなるべく細かく小さく折りたたんでからゴミ箱へっていうことなんです。どうです、加賀君。中卒だからもう A 忘れたよ。4までは覚えれますよ。4まではいけるって。実際でもギリギリなんだろうな。いやちょっとだけ、いやそのもう一回言ってって言ってくれたじゃないですか。それちょっとだけ助かったんですよ。なんて言ってたかなってことは覚えてますよ。もう分かってるんでね、分かってるんで、うん、そうね。でちょっと一緒にしようかな。あ、え、それ選択、あ、見ていいの？見ていいよ。あ、なんだ、映ってんだ、じゃあ。そうじゃあ、そう。あ、ほう、OK。あ、なるほど、ね、選択肢だけ出てるんでね。そうそう。OK、OK、OK。どうします？え、俺は B です。B。B。食べ終わったら、平らにして、畳んで、うん、それを、捨てる。捨てる。はい。OK です。皆さん、ちょっと頭の中でちょっと思い浮かべてくださいね。答えいきますよ。はい。これで、このテストで、うん、分かるのは、うん、あなたの、セックス後の態度。セックス後の態度が分かる。セックス後の態度が分かる。なんでなんでなんで。中身を食べてしまった後の袋の捨て方は欲望を満たした後のあなたの態度を示しています。おお、なるほど。おお、なんとなくね。このテストではセックスをした後のあなたの態度が炙り出されますということですね。で、何を選んだっけ。俺は B です。 B を選んだ。 B を選んだあなたは、終わった後普通に会話するタイプ。何よ、普通にいいことなんじゃないの、それは。終わった後は、喉が渇いたねとか、何時に出なければいけないのみたいな。明日早くない、大丈夫っていうことを聞くんだ。で、それで、素敵じゃないですか。なかなかいいんだけど、期待外れに終わったセックスでは、イラッとした態度を相手にぶつけてしまいます。そうそう。あ、なるほどね。でも皆さんもこれ答えてもらってる、ほら、答えてもらってる。あんまり当たってるとか言いたくないんじゃないこれ、ね、みんなあんまり。ちょっと C を教えてもらって。 C ですか、はい、C は、そうよ、全部言って。ちょっとそう、 C は体力勝負でがっつり欲望を満たしたいタイプって。体力勝負って何。体力勝負で、満足できれば機嫌がいいでしょう。でも期待外れに終わったセックスではあからさまに不満な様子でつまらなそうな態度をとって相手に冷たく当たりそうってことです。B の進化系。 B の進化系。 A は A は、うん、A のそのまま捨てる、
袋、うん、そのぼーっとしていて良かったのか良くなかったのか相手に伝わりにくい。最低A を選んだあなたは最低ということで、期待外れに終わったセックスでは無反応になってしまい、その後相手に対しても関心をなくしてしまいますね。 D は、セックスの最中にいいかどうかをしつこく確認するようなタイプ。D 聞いてるからね。D 聞いてる人いる。